萌えキャラが、そういう、勉強代の徴収、だとするならそれはマクドナルドの価値に、つながるわけで。なら、親和性は多々ある。マック自身の批判こそ必要な状況かも。良くも悪くもアメリカ文化が日本の萌えキャラを否定するのは、自分が批判されるそれに慣れてないから。そういう面は多々あり、失敗の指摘はそのブランドに痛く傷をつけてくれる。さらに萌えキャラの精度は過剰でさえあるから劇薬的だが、しかしあるいはその導入、大きなお友達向けハッピーセット、それは一時的な業績の回復があり得るかもしれないのだが、ただ掲示板で拾ったネタだということを隠したまま使ったら、それは結論で泥棒になる。それはあなたのネタじゃないんでしょう？最後まで、本当に最後まで、付きまとう疑念だ。最後の、最後で。